4月29日の東京ドーム、この日の対ヤクルト戦の巨人先発は、4月8日に右脇腹直筋損傷で一軍登録を抹消されていたフォスター・グリフィン投手だった。写真は、若い、阿部慎之助監督のドライチ入団当時の基調カット、ダブルコート少しロン毛、坂本21歳や謎のカツな松井秀喜、落合との談笑に広末涼子をエスコート。 私服姿の桑田19歳、溶岩の中をうろうろする牧原など巨人名選手の若き日を一気に見る。22日ぶりの復帰マウンド。ところが左腕は、立ち上がりから苦闘のピッチングが続く。初回1死から丸山和久に外野手に147キロメートルのストレートを左前に弾き返されると、ここから3連打で先制点を許し、なお2市満塁から連続的自打で計4点を奪われた。 さらに2回には自らのボークも絡んで1失点。3、4回には山田哲と内野手と村上宗隆内野手の本塁打を浴びて、自己ワーストとなる4回11安打8失点で慶 o を食らった。ゴールデンウィークの惨劇、4月23日から始まったゴールデンウィーク9連戦中の惨劇である。9連戦ということもあって、 グリフィンに見切り発車させてててししままっったかなと思って僕が反省していますゴールデンウィークで今日しか見に来られていない人もいるかもしれないんですけどね。ちょっと無様な試合だったので申し訳ないと思います。序盤で試合が決まってしまい、3回にはグリフィンに打順が回ってもそのまま打席に送り込まざるを得なかった巨人、阿部慎之助監督は後半にわびるしかなかった。 そしてこの試合でグリフィン以上にファンの厳しい声を浴びることになったのが先発マスクをかぶった大城匠捕手だったのである。安倍監督が狙い撃たれたのかと指摘した背景。試合後に安倍監督がグリフィンの投球をこう分析していたことが大城のリード面での問題を指摘してもいた。グリフィンはまっすぐが両サイドにしっかりと投げられていなかったんじゃないかなという僕なりの見解ですけど。 序盤にヒットを打たれていたのは、ほとんど変化球、その辺狙い打たれたのかはわかりませんけど、確かに全68球中でまっすぐが27球、残りの41球はカットボールなどのまっすぐ系を含めた変化球というのが投球内容だ。初回にストレートを丸山に左前安打されると、その後の配球は変化球主体となっていき、山田のツーランも村上のソロ本塁打も、 打たれたのはいずれも1 3 9トルのカットボールだった。この2本塁打を含めて打たれた11安打中7本が変化球。指揮官に狙い打たれたのかと指摘された背景にはこんなデータがあった。この試合だけでなく大城がマスクをかぶると外角の変化球を中心にした配球が多いという指摘がある。そしてグリフィンと組んだこの日の試合も。 そんな大城のリード傾向が典型的に現れたものだったということになるだろう。だからこそこの結果に、大城への厳しい批判があふれることになってしまったのだ。ただ、ここで一つ、思い出す話がある。それはヤクルト監督時代の野村克也さんから聞いたリードの話だった。バッティングのいいキャッチャーは、投手のまっすぐにキレがないと、自分が打席に立ったときに置き換えて、 これれじゃあ撃たててししままううと思ってしまうだから変化球中心の配球でなんとかかわそうとするまさに大城のことを評したようなノムさんの論評であるただ実はこの言葉は若い頃の安倍監督捕手安倍し之助のリードを評して出てきた言葉だったのだ